ここは、いすみ市の札盛桜街道新名所と言っていいかもしれません。今日までの期間、こうして桜がライトアップ、ちょうど田んぼに水も張られてですね、桜がこう反射している状況が、多くの人が、このコロナ禍に、癒しを求めてね、熱心にしてます。水面はよく見ると、カエルなんでしょうか、アメンボなんでしょうか、生物の水も見えます。聞こえますでしょうか、物の天気に出てくる小玉のようにですね、このカエルたちの心心地よい発想が聞こえてきます。日本人の素晴らしい心、これはこの桜に春を感じ、季節の移ろいを感じ、リセットできる、そんなところもあるんじゃないでしょうかね。本当に素晴らしい、いすみ市は素晴らしい、日本は素晴らしい、日本人は素晴らしい、これからも頑張ります。